フィン TV をご覧の皆様、こんにちは。キャスターのトリコです。今日は会津1年の中でも最も大きなお祭り、会津祭り、会津藩校行列を取材に来ています。お殿様やお姫様、武者や侍など思い思いの格好に扮したたくさんの方々が会津の町を練り歩きます。鶴ヶ城を出発した会津藩校行列は今町の中に繰り出し神明通りにやってきました。神明通りも城の前と変わらず大勢の観光客でにぎわっています。さあ、藩校行列に参加された皆さんの休憩されている体育館にやってまいりました。それでは早速インタビューをしてみたいと思います。こんにちは。こんにちは。今日の藩校行列は、何回目のご参加になりますでしょうか。初めて来たんですか。初めてですか、はい、この甲冑はご自身でこうリクエストされて。あ、これは、はい、滋賀県の方で、はい、日野町で作った鎧です。あ、そうなんですか。自分で作った鎧。あ、じゃあちょっと一回あのテレビの皆さんに、はい、かっこいいですね。すごくディティールの細かいところまでしっかりと作られてますね。あの、参加されてみてどうですか。なかなかたくさんの沿道に人がやりまして、はい、すごいね、歓声が上がって楽しいですね。応援してくださいますよ ね、いいですよね。あの、皆さんのこの団体はどういう役柄といいますか。会津藩の、はい、初代藩主の蒲生氏郷の生誕地の、はい、滋賀県の日野町からやってきました。なるほど、そういうことなんですね。それでは午後も引き続きまだまだ行列ありますけれども、はい、ぜひ頑張ってください、はい、どうもありがとうございました。さあ続いて、こちらの皆さんに取材をしてみたいと思います。こんにちは。こんにちは。皆さんは、どのような役柄でこれに参加されてますか。白虎隊の2番隊で、はいはい、何？なんて言えばいいの。2番隊の2番隊です。はい、2番隊の皆さん、はい、皆さんは初めて参加された方、初めて参加された方、みんな初めてです。どうですか、楽しいですか。楽しいです。これから午後もまだまだありますよね。しっかり食べてまた頑張ってくださいね。それでは皆さん、あちらの方に手を振ってください。続いて会津若松駅前近くで白虎隊と火縄銃の演舞が行われます。こちらもお楽しみください。
は、ご自身の皆様でした。